アスカエンとは、奈良県奈良市の堀王子町にある、仏像写真など文化財の撮影を専門とする、写真館。1922年創業。1922年、小川西洋が創業。西洋は1894年兵庫県姫路市生まれ、有馬温泉の日の写真館で、写真術の基礎を身につけた後、画家を志して上京。丸切り用に入門して、 彼の写真館で働き、写真技術を学んだ。西洋の号は、私力からもらった洋の一字を、明らに改めたもの。1918年文典に、雪解けの頃で、初入選するも、大阪朝日新聞社に写真部員として入社し、奈良に下宿。奈良で撮っていた石仏家の写真が、合図81の目に留まり、81の勧めを受けて、新聞社を退社し、 アスカ園を創業した。西洋の後は、西洋の三男、小川光造が継いでいる。後に、奈良国立博物館写真室の矢沢雄一、ゴミギ義信、京都国立博物館の金井森道羅文化財、写真家が輩出し、現在も若松安弘が所属している。1968年株式会社アスカ園を設立。西洋は十一の志賀直屋、 武者の工事さねやつらとも信仰があり、現在でもアスカ園撮影の写真は、多くの書籍、写真集、図録等に掲載されている。2001年には、アスカ園の写真を一般公開するため、仏像写真ギャラリーがオープンした。平成29年、小川西洋が生前、朝鮮半島で撮影した写真の原版が、アスカ園で発見された。ありがとうございます。